そうって言うと気になった声かけようごめんね、すごい、こんばんは読んだその格好はご趣味あ、趣味いや、別に私らも特に何も言うつもりないしただ気になったもんね、お姉さんどこ行くのってカメラとかは結構すれ違ったのがみんなメットでダイヤつけとってその中一人だけメットもしてないしでごめんなさいこんな格好様が気になってしまってでもねまあね暑いしあと髪の毛潰れますからお気をつけてください、はい